今日も一緒に頑張れん。はい、どうもリンです。よろしくお願いします。寝起きで失礼いたします。今日はね、今私東京にいて12月25日の朝なんじゃけど、これからももクロちゃんのね、あの冬のライブに行ってくるので、そのライブに行くバージョンの Get Ready With Me をしていきたいと思います。イエイ。朝ね、ちょっと寒くて苦手でね、あのテンションめっちゃ低いんですけど、これからテンション上げていきたいと思います。それではレッツスタート。はい、まず顔洗おう。顔今日はね、ちょっとライブに行くということでね、あの可愛い子たちに会いに行くということで、ちょっといつもよりね、若干しっかりめにお化粧していきます。カラコンとかも最近してなかったんだけど、ちょっとやっぱりこういう特別な時にはね。はい、こちらフランミーのカカオアフロを使っていきます。もう何も変わってない。毎日メイクの時と何も変わってない。やっぱね、そういう可愛い女の子たちにね、会いに行くって時はそう、無駄なあがきかもしれんけど、自分も頑張ってあの可愛くなろうとするわけですよ。その推しも多分ね、気合い入れて最高の状態で来るから、私も最高の状態で行ってみたいなね。ちなみに私があの使っているメイク道具は、前に出したあの何メイク、毎日メイクの動画と全く変わってないので、もし知りたかった、知りたい人がいたらそちらをご参照ください。はい、ベース終わったので、ここからですね、ここからね、ちょっとアイメイクをね、いつもよりもちょっと頑張ってパチッとさせていきます。パチッとさせると言っても、あの二重とかにはせんのんじゃけど、せんというかできんのんじゃけど、あのいつも実はあのマスカラをしてないんだけど、マスカラを塗ってパチッとします。ちなみにね、このアイシャドウパレットも去年の秋ぐらいからずっと使って、こんな感じに減ってきました。あと1年ぐらい余裕でいけるんやな。 2、3年いけると思う。私最近あれしたい、まつげ、まつげパーマみたいなやつ、まつげがくるんって なるパーマ、あれなんかしとったらめちゃくちゃ楽やし、なんかええなと思って。あのね、私の中の思う可愛い女の子って、みんなまつげが上がってるんよ。ネットとか、まあ、そういうので見かける女の子もそうやし、日常生活で、でなんかこの子可愛いなとか、みんなまつげが上がってんの。だから可愛い女の子の条件って多分まつげってあるのよ。だけど私も無駄にあのあがいてまつげを上げたい。古川優香ちゃんみたいなまつげになりたい。目になりたい。顔になりたい。そこはアーリンで言えよって話しちゃったの。あの今日のメイクの一番のポイントこちら、ももクロちゃんとマックがコラボした時のコラボ商品のアーリーのアイシャドウです。これなんかこれ使ってるよ、なんか意識高い系みたいになれる気がする。はい、アイメイク大体完了です。怖っ。眉毛ないよな。眉毛を描かんと人はちょっと怖い。ちなみに私あのよく朝の準備早いですよみたいな動画出してるけど、15分でできるよとか、最速3分でできるよとか出してるけど、普通にこういう日はゆっくりやります。であれはね、ただの時短術だから、こういう日は時間をかけてゆっくり自分の顔面を最上級への最上級のあのあれへと形成していきます。さすがに寝起き3分の顔でアーリーに会いたくないよ。ももクロちゃんの冬の曲ってすごくなんかいっぱいあって、めっちゃ好きなんやね私。ちょっといつかね、冬のライブをスキー場でやった時があって、その時私行ったんやけど、お母さんと行ったんやけど、なんかお母さんがね、まあ割とまあいい席で見えたんやけど、お母さんがしおりんが雪の水たまりにはまって足汚れとった話をずっとするんですよ。なんかその話をすると、あー、はい、大体多分終わった気がする。あとリップを塗ってって、髪をしてって感じかな。顔は顔面は顔面、うん、頭周りは、かい、かい、先着替えよう。はい、今日の服はこんな感じです。もう昨日の動画と一緒やんけ。このニットね、あのジャニオタの量産型の企画でみほちゃんに選んでもらっためっちゃ量産ニットです。ちょうどのんちゃんもピンクで、アーリーもピンクやからちょうどいいなと思って着てきました。てか最近こればっかり着てる。気に入ったらね、それしか着ないから。でスカートは量産型を促進させるチェックのタイトスカートです。髪
髪を巻きましょう。今日はなんとね、このアイロンとコテを両方持ってきとるんですよ。よっ。なんかね、いつもね、あのこのコテ、コテ、コテじゃない、何これ、アイロン足が持ってこないんだけど、ちょっとたまにはね、髪巻こうと思って、ちょっと気分を変えて、これもね、ジャニオタのみほちゃんにやってもらった時にめちゃくちゃ髪うまく巻いてもらってテンションが上がったので、私も頑張ろうと思って巻きます。今日はアーリーのために。あれですね、でもみほちゃんが巻いた巻きは1日取れんかったけど、私が自分で巻いた巻きは10分で取れるん。アイロンとコテを両方もう旅行に持ち運んだなんて、専門学校の修学旅行ぶりよ。巻き髪はここの横っちょの毛がうまく巻けとればだいたいよく見えるから、その作戦で。はい、あ、今んとこいい感じよ。あとはね、あのアクセサリーをなんかつけようかなって感じなんやけど、いろいろね、ちょっとピンとかを持ってきたけど、どれつけようと思って、なんかこれもこれもね、微妙にピンクじゃなくて紫寄りかなって、なんかどっち推しやねんってなるよね、ちょっとどれがいいじゃろう。私的にはもうこれとこれをね、最近つけるのお気に入りだからずっとつけてんやけど、やってみよう。くて、あ、これやな、これが怖いからこれにします。うまいつけ方っていうのかわかんないけど、こんな感じです。はい、というわけでできました。今ね、照明とかも何もなくてね、顔がいい感じに照らされてるかよくわかんないんだけど、すっぴんよりはだいぶ良くなったと思います。こんな感じでね、あのビフォーアフターを出しとくんですけど、やっぱり、ね、メイクするとね、気分がね違うね、高まるね。顔が白いの、顔が白い、なんかこうすると暗いし、こうすると白いし。はい、まあそんな感じでね、これからまあちょこっとまあ作業してから、ライブがまあ夜なんでね、もうゆったりとしてから行きたいと思います。あとね、私動画で散々クリぼっちとかね言っときながらね、全然クリぼっちじゃありませんでした。申し訳ございませんでした。はい、というわけで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。この動画がちょっとでもいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。概要欄に Twitter と Instagram のアカウントのリンクも貼ってますので、ぜひフォローお願いいたします。というわけで今日の動画は終わりです。お疲れん、ありがとうございました。